みなさん、こんにちは。話し方トレーナーのじゅんじゅん先生こと北平純子です。今日のご質問は、昔から人前で話すことができません。三十日間で上達しますかというご質問です。そうですよね。昔からこう話すことがコンプレックスという方。多くたちも出会ってきました。え、三十日間で上達するかっていうことなんですが。 私自身この15年間話し方トレーナーをさせていただいて30日で本当に輝き始めた人多く見てきましただからですね30日間で上達する方も多くいますよということはお伝えしますあなた自身が変わるかっていうのはちょっとわからないんですけれども多く見てきましたでどうしてその方々が変わったかっていうと2つのポイントがあります 一つは話し方や人前で話すことのうまい下手は才能ではなく技術なんだっていう事実にハッと気がついたという方は前進すす。ることができますだってこれ生まれつきだもんとか変えることできないでしょうって思い込んじゃってる方っていうのはなかなか練習できないんですよ。ででもそれがが変変わるんだ変えることができるんんだえことき っていう事実を受け止め受け入れることができた人は一歩前に出ることができるわけですですからまずマインドを変えることそして次は行動ですどうしたら声が出るのかどうしたら相手に明るい印象を持ってもらえるのかまたどんなふうにしたら分かりやすく伝えることができるのか。 そういったことをですね行動にししてて練習していくわけですすそうすると少しずつ自分の変化を感じることができます多くの方は練習しても「まだまだ私なんて」っていう方も多いんですけれども1ヶ月前のあなたと1ヶ月後のあなたは周りから見ると素晴らしく変化をしています。 あなたの心マインドを少し変えてみることそしてちゃんと練習をしてみることこれをちゃんとやった方にはぜひ必ずですね、えー、こう結果としてプレゼントを、えー、渡すことができるんじゃないかなと思っていますぜひ三十日でさらにさらに輝く人生を手に入れてみてください